い、皆さんこんにちは、どうもひろです。今回は100円ショップに売っているものを使って壮行会やミーティングで役に立つナンバープレート隠しを作っていきたいと思います。はい、ということでですね、今度僕また壮行会に行く予定があるんですけども、その時にですね、ナンバープレートを隠すための、プレートを、用意しないといけなくてですね、で Amazon とか、ネットショッピングとかでね、あのナンバープレート隠しって色々売ってるんですけども、なんかあんまり安くないというか、色々商品あるんですけども、よくよく考えてみればただの板だし、自分で作れそうだなぁなんて思いまして、でどうせ作るなら安く作ろうということで、今回はじゃじゃーん、こちらダイソーで購入したまな板になります。こいつを土台として、ナンバープレート隠しを作っていこうと思います。でちなみにこちらが、ナンバープレートなんですけども、国産車のナンバープレートのサイズっていうのが横幅が 330mm、 そして縦がですね 165mm というサイズになっております。で、このナンバープレートが隠れるサイズのプラスチックの板を探してた時に、下敷きとかいいなーって思ってたんですけども、 A4 サイズの下敷きだとこの横幅がですね足りなくてですね、綺麗に全部隠れないんですね。で、大きめのなんか A3 とかでもしあったらいいなーなんて探してた時に、このまな板が出てきましたちなみにこのまな板がですね、縦 350mm で横幅が 230mm なので、こう使えば350-230のサイズになっているので、ナンバープレートをですね、こうやって丸っと隠れます。なのでこの板をねベースに、どうせならナンバープレートと同じサイズにカットして作っていきたいと思います。で、このまな板を、ただカバーとしてね、ナンバープレートと同じサイズにカットして、あとはボルトのね位置を穴開けして、ボルトと共締めしようと思ってるんですけども、実際ナンバープレート隠すだけだったらそれでもう十分完成になるんですけども、どうせ作るならなんかちょっと一手間加えたいなということで、じゃじゃーん、こちらコンビニで印刷をしてきました。スマホで画像を作ってコンビニ行けばね、簡単に印刷ができるので、B4 サイズで印刷をしてきました。で、これをねナンバープレート隠しに貼り付けて、壮行会とかミーティングでね、少しでも、宣伝効果というか、アピールしすぎじゃねえみたいな感じもするんですけども、 YouTube はねやっぱアピールしてなんぼだと思うので、ただナンバープレート隠すよりかは、なんか効果あるかなと思ってこんな画像を作ってきました。で、一応これがですね、コンビニだとね普通の紙でしか印刷できなくて、別にそれは貼ってもいいんですけど、外で使うので、こう紙の劣化とかがねちょっと心配なところもあったので、はい、こちらまたダイソーなんですけども、手貼りラミネートフィルムになります。ネットで調べたら A4 までしかなかったんですけども、ちょっと大きいダイソーいたら A3 のサイズがありました。これ3枚入ってるんで2枚ちゃんと作れます。で、このプリントしてきた紙をこいつでラミネートして、それをナンバープレート隠しに貼るっていう流れで今回は作っていきたいと思います。じゃあまずですね、このまな板を加工していくんですけども、このナンバープレートをねこうやって当てて、型取りをしちゃおうかなと思います。はい、こんな感じで、型を取りました。ちょっとここにね穴が開いてるので、穴ギリギリでカットしました。ギリギリ33センチになります。で、穴を開ける点も打ちました。で、リアに関しては封印がついてるんですけども、ボルトの位置はね同じなので、ここから封印のサイズだけ、くり抜く形で作ろうと思います。そうすればスポッて上から被せれると思うので、ちょっとそれをイメージして作っていきます。そしたらこちらのカットに入っていくんですけども、まな板自体、ちょうどいい硬さなんですよ。あんまりふにゃふにゃしすぎてても良くないでしょうし、硬すぎたり分厚すぎてもね、加工しづらいっていうのもあったので、このまな板ねすごいちょうどいい厚さ、プラスチックでできてますし、多分ねカッターナイフで何回かこう線つけていくと多分パキーンとか簡単にね折れると思うんですよ。もしくはちょっとこのハサミじゃあれだけど、もうちょっとごついハサミとかだったらハサミで多分ねちょきちょきいけちゃうような気がします。なので加工も簡単かなと思うんですけども、とりあえず今回はカッターでやってみようかなと思います。
い、切れました。1面目。こんな感じで3方向かける2切っていきます。はい、ということで2枚カット終わりました。で、次ですね、ボルトの穴を開けていきます。で、ちょっといいドリルの刃がなかったので、今回は、これラジコン時代に使ってた、まあ、穴開ける、リーマーって言ったかな、です。こいつで、まあ、ボルトが通るぐらいの穴を開けていきます。よし。で、後ろ用の封印のところはですね、こちらのインパクトで使えるヤスリですね。まあ、金属のバリ取りにって書いてあるんですけど、プラスチックもね、どうせ削れるだろうし、あえて今回は100均で道具を揃えたかったので、このヤスリを使って、穴を広げていこうと思います。で、先にベースとなる穴を、まあこいつで開けちゃって、OK。で、こっからインパクトを使って、このヤスリでぐわーっと穴を広げていきます。よし。うわ、これやばいな。粉めっちゃ飛ぶやつじゃん。はい、ということで封印のところの穴開けの加工も終わりました。で、この角のね丸みも、もうつけちゃいました。はい、それではラミネートの方を次やっていきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ薄い下敷きというか、まあ下敷きにもなんないけど薄いプラ板みたいなやつですね。こいつをどうやってやんのラミネートフィルムの薄い方を上にしてフィルムを持ち上げる。そんでもって、こちらの紙を下向きに置くみたいです。こいつを乗せる。乗せたら、こいつを貼り合わせていくと。で、シワを伸ばすと。じゃじゃーん。はい、できました。これでカットするのか？したら、あとはこの周りをね、カットしていくみたいなんですよ。多分この紙の位置通りに切っちゃうと、ダメっぽいんだよね。ダメっぽいけど、それもそれで困った。ちょっとこのラミネートの裏表が重なる部分がないといけないのに、それよりちっちゃくカットしなきゃいけないから意味がない気がするけど、やっていきます。はい、一応今こんな感じでナンバープレートのサイズの枠を囲いました。横幅が33センチの縦幅が165センチになります。これでちょっとカットしていくんですけども、多分ねカットしちゃうとこのラミネートの意味なくなっちゃうと思うんですけども、まあ試しにやってみましょう。はい、ということで切れました。一応ねラミネートの分厚い方が結構粘着性があって、この紙としっかりひっついてるので、これをねこんな感じで貼ってしまえば表面側がねしっかりしてるので、まあ雨とかにもある程度はね耐えれるんじゃないかなと思います。じゃあちょっとこんな感じで2枚作っていきたいと思います。はい、ということでプレートに貼り付ける紙もラミネート終わりましたので、最後にこのプレートにねこの紙を貼り付けていきたいと思います。じゃじゃーん。こちらまたさらに100均で購入してきました。この厚みのすごく薄い両面テープを今回用意しました。これをね、まあ、プレート側にこう貼っていって、その上にこうこの画像の紙を貼っていきます。よし、貼っていきます。よし、OK。そしたらこの上にこちらの紙を貼り付けていきます。これ向き間違えたら最悪だからねあとは場所いかいけおりよし、OK。 はい、ということで完成しました。いや、なかなかねこうラミネートを貼ったことによってツヤもあるし、なかなかいい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。では最後に車の方に取り付けしていきたいと思います。はい、ということで早速フロントから付けていきたいと思います。一応ナンバープレートの上からまあ重ねて付けるようなイメージで作ったので、まあ先にナンバープレート付けて、その上からねとも締めする感じでやってみたいと思います。一応こんな感じでナンバープレート隠し、ナンバープレート土台っていう感じ。これはね車によっていろいろプレートの付け方あると思うんですけど、まあこんな感じでやってみました。はい、ということでこんな感じになります。まあいい感じに隠せてるんじゃないかなと思います。ではせっかくなんで後ろも付けていきたいと思います。
はい、では後ろ側もつけていきたいと思います。で、後ろ側は片側がね封印になっているので1個のネジでしか止めれないんですけども、まあ封印の方がねこうやってすっぽり穴はまっているので、おそらく1個止めただけでよっぽど変に取れたりすることはないかと思います。今ちょっともうネジ外しちゃったんですけど、このネジがですね、車種によってかもしれないんですけど、どうしてもプレートが1枚ね重なる分ボルトの長さが短すぎて締め付けれない可能性があります。こいつもねなんか結構ギリギリっぽくてネジ噛んでない気がするんですよね。そう、ちょっとボルトの長さが短いのでナンバープレートのボルトはねちょっと長いのを用意しなきゃいけなさそうですが、一応まあこんな感じでつきます。封印のところもしっかり避けれてうまく作れたかと思います。はい、ということで今回は走行会やミーティングで役に立つこちらのナンバープレート隠しを作っていきました。全部ねダイソーで揃うもので作ってみたので、かなりね値段も安く作ることができました。まあもちろんねクオリティを求める方はネットなどで売られているものをね買うのが一番いいと思うんですけども、ちょっと安く済ませたいとか、まあどうせなら作ってみようかなとかっていう方いましたら、ぜひ参考にしてもらえたらなと思います。まあここの画像に関してもね、あのコンビニで安くねプリントしてこうやってまあ表面にラミネート貼ってっていうのもできますし、まあ光沢の紙とかね自宅にプリンターがあれば、そういうのも作れると思うので、オリジナルのナンバープレート隠し作ってみてください。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ。